1954年、大田薫は、昭和期の労働運動家、元日本労働組合総評議会議長、元宇部知祖企画課長、春闘方式を定着させた人物、岡山県林田村生まれ、旧制津山中学、旧制第六高校を経て、大阪帝国大学工学部応用科学科卒業、1935年に大日本特許肥料に、 入社するも入社4年目に重役と喧嘩をし、宇部窒素に移る。宇部窒素入社後は、窒素工場硫酸課長を経て、同工場企画課長と順調に昇進を果たすが、経営陣より、八幡製鉄所の新和会をモデルに、従業員組合を蘇生するよう命じられ、1946年に、同社の初代労働組合長に押されると、それまでのポストを捨て、企業エリートから、 労働エリートへと転身を果たした。1950年、合成科学産業労働組合連合を結成して、総評に参加した。戦後の労働運動公用期で勢力を増していた日本共産党の影響を排除し、日本社会党を中心とした労働運動の強化に力を注いだ。1951年創立された社会主義協会にも参加した。 1955年、岩井明が総評事務局長に就任すると同時に総評副議長となり、太田岩井ラインと呼ばれる指導権を確立し、1958年から1966年まで総評議長を務める。この間、経済闘争に力点を置いた春闘方式を定着させ、日本経営者団体連盟専務理事であった。 前田はじめとの毎年のように激論を繰り広げた。その一方、1960年の日米安保、闘争や三井三池闘争なども指導し、自由民主党政権の新米主義、資本主義政策、及び社会党、総評ブロックの強行路線や階級闘争主義を批判して結成された、民社党や全日本労働総同盟と鋭く対決した。異性の良い数々の発言は、 大田ラッパの愛称で親しまれ、社会党の青年組織社政党にも影響力を持った。一方、労使対立が激化した場面では、内閣総理大臣とのトップ交渉で事態を収集することもあり、資本主義体制の中で労働組合や労働者の権利を確保するための交渉も行える柔軟性も見せた。大田は1965年に、 ソビエト連邦からレーニン平和賞を受賞したように、日本の左派、革新勢力の重要人物として目された。しかし、社会党内の構想に巻き込まれ、時には主役になった大田は、万年野党化した、社会党の政権奪取の可能性をさらに遠のかせた。1967年社会主義協会分裂の際、大田の影響を受けた側は大田派と呼ばれた。 1979年東京都知事選挙では、見延良吉に続く、社協共闘の候補者として立候補したが、自民党と民社党、それに公明党などが押した鈴木俊一に敗れ、革新都政の継承に失敗した。この際に、大田は社会党を離党した。社会主義協会大田派は、国鉄分割民営化の時の国労解体の過程で、右派が国労を脱退して、 鉄産総霊を結成するのを指示したため、太田は1987年5月1日付で、太田派協会を脱退し、同年12月に社会主義労働運動研究会を結成した。また、総評が1987年に同盟など、全日本民間労働組合協議会を結成し、労働運動の統一を図ると、太田は岩井愛千川誠元総評議長らと共に、 共産党系の統一労組や、その影響力が強い観光労の排除は、労働運動の統一にはつながらず、大資本に屈服する労働運動の右翼再編でしかないと批判を浴びせた。そしてこの3人は総評を離脱し、1989年11月21日に、全民労協を母体にした日本労働組合、総連合会が発足すると、 同年12月9日には3人が作った労働研究センターを母体にした全国労働組合連絡協議会が結成され社会党左派の支持を明確にした。しかし全労協はかつての総評に比べて参加人数が大きく減り、大田の影響力も赤日の面影を失っていた。1947年から3年間は宇部市議会議員も務める。 中央公論第87巻、総評への挑戦、文芸春秋第76巻、日本道道年間第58週1988年版、秋山健介、語られなかった敗者の国鉄改革。ありがとうございます。